今日は2020年2月の、12ですね、もう見たら絶対わかりますよね、誰もがここに来てます。今年もまあ、ニューヨークに来たらここに一回来ないとちょっと帰れないですよね、さすがに。毎年ここに来てます。今年はね、ちょっとね、このタイムズスクエアの近くのホテルじゃなかったんですよ。マディソンスクエアガーデンの近くに部屋を、アパートを借りました。だからちょっとね、ここに来なかったので、明日日本に帰りますから、もうちょっとこれ今日で最後だから、とにかく1回はとか、ちょこっとでもいいからここに来たかったから、来ました。こっち側の塔と向こうの塔とね、ありますね。一番上は、あれ中国の会社の広告ですね。多分ね、中国のっていうか一番上の広告が一番高いんですよ。あ、2番目はサムソンですね。韓国のだ。日本の広告ないですね。ヒュンダイ、これも韓国ですね。ちょっと今年はこの高い、この何ですか、階段の上に登ってみました。ちょっと高い位置からタイムズスクエアを撮影しています。すごいたくさんの人たちがもうなんかいろいろ記念撮影していますね。みんなそれぞれすごいなんかモデルになっていい顔を作ってやってます。まあここ好きですね。まあ多分僕だけじゃなくてみんな好きだと思うんですけど、ニューヨークではもう一番好きな場所ですね。ザ・ニューヨークって感じしますよね。明日日本に帰ります。中国の方いらっしゃいますね。中国からの観光客はアメリカに多分ね、来れないですね。入国できないですね、今。タイムズスクエア何回も言ってますが、なんかここに来るといいことがあるんじゃないかみたいな気がして毎年来ています。なんか奇跡が起きる場所みたいな感じがしますよね、なんかここの中心にいると。あまりにも非日常的な、そのなんていうかな、ものの中心にいるみたいな感じがするから、なんかものすごい非日常的な奇跡が起きるんじゃないかっていうふうに感じるんですけど、これすごいでしょ、これ。これビルの一面がこういうふうになってるんですよ。どうやってやってるんでしょうね、あれね。すごい強い風が吹いてますね。
これ広告、すごい広告料だと思うんですけど、ここに広告を出すことに本当に意味があるんですかね、いつも思うんですけど。ここにある広告を見て、あそこの商品を買おうみたいな気持ちになるんですかね。明日13日に、ニューヨークを出発して14日に到着します。あ、日本に到着します。それでは皆さん、失礼します。タイムズスクエアからでした。